久保さん、久保さん、川の流れのように、僕はじゃあ、鮭のようにしましょうか。鮭って、あの、めちゃめちゃ、遡っていくんですよね。<laughs> すごいですよね、鮭って、ぶわーっつって、あの、川をさ、うわーって登っていくんですけど。まあ、鮭のようにって何かっていうと、あの、まあ、あ川の流れのように、流れて、ふわふわっていけたらいいんですけど、 まあ人生っていうのはね、なかなか理想と現実っていうのがあって、なかなかいかないもんでね、いろんな苦境、苦難、要は逆境があるわけですよ。例えば、うん、えー、じゃあ、まあ、時代の流れを、まあ、直近のね、時代の流れの事例を言うならば、じゃあ飲食店をやってました、じゃあ時代の流れのように、じゃあコロナが来て、あ,あ、コロナはしょうがないな。 もう無理だなっていう風に、えー、もうコロナ、緊急事態宣言、人出るな、うん、これ無理じゃねみたいな、<laughs> うん、解散みたいな、解散 <laughs> 解散みたいなね。まあ解散できるところはいいですけどね、キリンの田村さん、ホームレス中学生、解散みたいなね、まさかの解散。 まあ解散できるところはいいかもしれないですけど、まあそこにね、なんかね、あるニュースでやってたんですけど、東京で、その、まあ自粛しろと。ただし、あのー、そのお店は自粛せず、深夜も営業してて、あのー、なんかその、要望に応じなかったら罰則金があるのかな。だから罰則金覚悟で営業してますと。なぜならば、えー、店開かないと従業員クにしないといけないから、従業員の生活もあるというところで、まあさ、あのー、ね。 一応命令はね都、都から出てるけれども、それに逆らってね、営業してるっていうのがそれなんか出てたんですけど、だからまあ、なんだろうな、いろいろあるわけじゃないですか。うん、だからその時に、ん、どう立ち向かっていくのかっていうのが、やっぱ人生において結構局面局面でね、大事かなと思いますね。うん、不測の事態っていうのがありますからね、どうなのかわかんないですから。うん、例えばじゃあ津波が来てね、 まあその川の流れのようにという意味がね、そういう意味合いではないことは知ってるんだけども、まあ津波が来てね、ああ、津波が来た、しょうがないな、じゃあ津波に飲まれて死んじゃおうみたいなね。<laughs> うん、津波が来たら逃げる。なんか津波に向かって、あの、なんだろうな、あの、その上に登るとかね、あ避難するとかしないとまあ死んじゃうじゃないですか。うん。だからまあ一番大事なことは、どう生きるかですかね。どう生きるか。 うーんどんな逆境が来ても自分はどう生きたいのかっていう芯っていう芯っていうかね中心の部分が折れるか折れないかっていうところが大事かなと折れてしまったら多分無理なんでまあ折れちゃいけないところはあると思いますただしねこれね折れることもあるので折れたらまた,たあのまた修復はできますまあ僕も何度も折れたことありますからねでも何度も何度も折れて 何度も何度も再生して作っていくと結局折れた箇所を修正してまた折れて修正していってどん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 太くなるんですよだこれを繰り返すとその中心自分の中心軸っていうのがめちゃくちゃ太くなるんですねだからその久保さんが前言ってた病なんだっけ,3つ,だっけ ?3 つのなんだっけ ?3 つの何かありましたよね病大病病,体病なんちゃらみたいな だそういう、その、すごい不足の事態が起こった時に乗り越えたら、めっちゃ強くなるみたいなね。うーん。だからまあ、大事ですね。折れても修復する。折れても修復する。うん。自分の軸を作っていくっていうのは。でも自分の軸があるとね、僕はね、いいと思います。うーん。生きやすいですね。うーん。 やっぱ他人に振り回される生き方より、自分の中心で生きる生き方の方が楽っすね。うん。だからそ、それはやっぱ僕は会社組織離れて思ったことが、もう本当にやっぱ会社に、の流れに身を任せて、働くっていうのは、もうきついっすね。だもう、もう、もう、もう人生で絶対やりたくないことですね。わ、ナンバーワンですね。だからまあ、10兆積まれようが、100兆積まれようが、 まあ絶対会社には戻んないですね。うん、組織、組織っていうところでは働かない。自分を生きて、生きていきたいですね、これからも。そのために頑張れますね。だから、なんだろうな、あの、なんかのために頑張るというよりかは、自分のど真ん中で行きたいので頑張れるっていう。そんな感じですかね。自分のど真ん中でこれからも継続していきたいから頑張れるっていう。うん。だから、そんな感じですね。誰かのためにとか。 何かを買いたいから頑張るというよりかは自分のど真ん中で生きていきたいから頑張れるっていうところが結構強いですね。まあ最近はね、ちょっと BMZ4 をね、ちょっとあの買おうかなっていう、ちょっと欲望が出てきたんですけど、ただまあちょっと忘れちゃったんで、まあ手に入りますけどね。<laughs> まあや日々やるべきことをやって、えー、まあ継続していくということでございます。いってらっしゃい。